これデューラーの版画ですよ、はい、アルブレヒト・デューラーの版画。魔女が、うん、方針になんか逆にまたがってるというか、ああ、うん、なんで逆なんだろうっていう、あ、なんで逆なの、これは逆がまあ正しいという説もあるんですけどね。これデューラーが1500年頃、ちょうどあの1500年の自画像の頃に作った版画ですね。でこれね、100年ぐらい後にね、アダム・エルスハイマーっていうイタリアで活躍したミニチュア画家がいるんだけど、はい、油絵化してるよ、ほら丸パクリだよこんなちっちゃいミニチュア画なんだけどね、うん、これも逆さまでしょ、はい、あとここに糸巻き棒が刺さってるのにも注目してほしいんだけどね、あの糸巻き棒ね。これ逆さまだと不自然、あのほら前のジョットの時にやった流星のあれじゃないけど、はい、後ろにこう尾を引くように乗ってるのが普通だろうと、はい、なんか魔女の宅急便とかのイメージ、まあそれ普通そうだよね、うん、そういうパターンもあるんだよ、うん、これもっと古い、これドイツのブランシュビックってところの、ね、聖堂にある古いフレスコ画なんだけど、これなんか要するにこういう風に飛んでほしいわけだろ、はい、その方がこう後ろになんかジェットが出てるっぽくて、飛んでる感が出るという話だと思うんだけど、ただこれはこの逆さまがポイントなんですよ。逆さまで不自然じゃん、逆さまで不自然だからこそ魔女なんですよ、この人は。これ下、これヤギなんだけど、まあ、あの悪魔のよく象徴になるのヤギなんだけど、ヤギにも後ろ向きに乗ってんですよ、この人、うん、はい、この基本後ろ向き逆向きで不自然だということが魔女の証なんですよ。へ、だから魔女やねんっていうことなんですよ、うん、じゃあなんでその逆さまで不自然なのが魔女の証なのかっていうことなんだけど、はい、そもそも魔女って何、まだ魔法が使える悪い女の人、うん、悪い人なの、なんか悪いイメージ、悪いイメージ、 どんな見た目どんな感じ、なんか髪が長くてなんか爪が長くて、なんかとんがり帽かぶってる、とんがり帽。年齢は、おばさん、 おばさん、はい、うん、なるほど。この魔女的なものって世界中にあるわけですよ、うん、で大元の原型ってさ、これ世界中にあるシャーマンだと思うんだよ、うん、まあ、シャーマン、まあ、女性版って例えば巫女、うん、だよね。例えばほら日本でもさ、卑弥呼とか、はい、あるいは恐れ山のイタコだとか、はい、沖縄のユタだっけ、はい、ユタだとか、いわゆるシャーマニズム的な巫女っているじゃないですか、はい、まあ、男もいるんですよ、あのネイティブアメリカンのメディシンマンみたいに男のそういうシャーマンっていうのももちろんいるから、もともとは男女関係ないんだけど、なんとなくほら女性の方がそういう霊力強そうだからみたいなことで女性のイメージが強いっていうのはあるんだけど、もともとは男女関係ないわけですよ、男女問わずの魔法使いだよね。魔法使いでどういうことをするかっていうと、例えば神様を降ろすっていうのを、神様を降ろす依代になったりするわけじゃん。でそれはだからいわゆる降霊術だよね、神様だけじゃなくってさ、死んじゃった人を降ろしたりとか、それから占い的なことも当然やるわけですよね。で例えば雨が降らない時に雨乞いをしてみたりだとか、それからネイティブアメリカのメディシンマンっていうようにさ、病気を治す、うん、そういう医療行為までを行うような、そういうシャーマン、うん、これはもう世界中の文化圏にあったわけですよ、うん、で当然古代ギリシャローマとか、あるいはケルト人ゲルマン民族の文化の中にもそういうシャーマンはいたわけですよ、うん、いて、まあ、そういう民間情報的なことやったりとかさ、占いやったりとかしてたわけだけど、これがさ
キリスト教一本にこうなってくると、それは異教だろうっていうことになるわけじゃん、異端だろうと、それは迷信で、それは悪魔の力借りてなんかやってるぞということになるわけだよ。キリスト教の奇跡と違うことを勝手にやってるわけだから、それはあかんでと、それはあんたなんか悪魔に騙されてる迷信ですぜみたいなことになって、だからそれまで、まあ、白魔術だったことも、まあ、黒魔術になっちゃうわけですよ。だからここで逆転があるわけですよ、大きな。それまではなんていうか、いろんな、まあ、どっちかというといいことをするから敬われてたそういうシャーマンが、いやあれはあんた悪魔に魂売った異教のやばいやつですぜみたいなことで逆転しちゃうじゃない。それもやっぱり逆転なんですよ、この人たちは。逆島なことをしてる人たちなんですよ。神様の意志に逆らってる人たちという扱いなんですよ。だから基本何でも逆さまなんですよ。だからこっちの方が魔女っぽいんですよ。あのこっちの方がなんか図象学的には自然なんだけどさ、ここにはちょっと意味が入ってきてるわけだよ。見た目の自然さよりも理屈で逆さまなことやってますせみたいな、それだからこその逆さ暴起なんですよね、これね。まあそういうふうに社会がキリスト教一本になっていく中で、この人たちはまあそういうもともと異教の、そう昔のこうなんか迷信的な宗教の名残だからあんまり信じない方がいいですよみたいにされちゃったんだけど、でもお話としてはいっぱい残るわけですよ。いろんな話が日本にだってあるように、ヨーロッパにも各地にいろんな話があるわけですよ。例えばギリシャローマの月の女神ね、ディアナいたでしょ。その月の女神ディアナのところにね、夜ごとほうきに乗って集まっていく夜の貴婦人っていう、そういう伝説があったりとかさ、まあそんないろんな伝説が各地にあるわけですよ。それは女性に限らないですよ。男の魔法使いでもなんかこう魔術で女性を誘惑するなんとかの人とか、なおとぎ話がいっぱい。もともとはすごくローカルなもんだったわけだよね。だから同じ魔女っていう言葉って面白いぐらい各国で呼び方バラバラなんだよね。あのラテン語ではマレフィカって言うんだよ。これは、ま、何を思った？マレフィセント。そうだよ、あれの語源なんだよ。だからマレっていうのは悪いことなんだよ。でフィティーム、悪い行いをする人、マレフィカ。ね、でまあ男性だったらマレフィコ、なんだけども、これが例えば英語だとウィッチだよね。うん、これもやっぱり英語の古英語が語源なんだよ、ラテン語とかじゃなくて。なんか騙したりなんかすることみたいなのが来たあれなんだけど、でフランス語だとソルシエールなんだよね。あの男はソルシエなんだけど、これは占ったり予言したりするみたいな語源から来てる。でドイツはヘクセ、これは垣根を飛び越える人みたいな、垣根っていう言葉から来てる、教会を飛び越えちゃう人。でスペイン語なんてブルハって、なんかあの魅惑的な女性みたいないわゆる美魔女的な意味だったりとか、こんな風にバラバラなあの、まあ、民間信仰としての魔女があったわけだよ。そうするとさ、これもまたさ、日本の昔話とかも同じなんだけどさ、そこにさ、その地域共同体からさ、はぶられた人たちへの差別みたいなのが乗っかってきたりするわけだよ。あの人たちはそういう魔女なんじゃないかみたいな。とどういう人が地域共同体からはぶられたかって、ヨーロッパで言うと、まずユダヤ人なんだよ。でユダヤ人はユダヤ教だから、明らかに異教徒じゃん、ユダヤ人。それからあの旦那さんとかが亡くなった、要するに男女問わないんだけど、いい年して独身の人割とやっぱ共同体からあぶられがちなんだよ。とそういう人が魔法使ってんじゃないかみたいな差別意識みたいなのも、そこのおとぎ話に乗っかってくるんだよね。そんなのがまあ一般的な魔女のイメージだったわけだよ。